8月1日、三宅県が新たに開設した YouTube チャンネルで生配信を行う。7月2日に滝沢秀明の設立した事務所、t o b e 入りして以来、職業、アイドル、として動き始めている三宅。同時に水面下で進んでいることもあるようで。7月20日の夜、都内のレストランで三宅が、とある人物、と密会をしていたという情報をキャッチ。 そのお相手とは、長瀬智也さんです。長髪にメガネ姿でした。ジャニーズを退所してから、滅多に見られない組み合わせに、周りのお客さんも騒然としていました。居合わせた客。この店は芸能人ご用達の店としても知られており、山田裕希や菅田正樹なども通っているという。接客に当たった店員さんは長瀬さんのようなワイルド系の池おじで、二人とも顔見知りのようでした。 長瀬さんの知り合いも店にいたようで、話しかけている場面もありましたね。居合わせた別の客。日会の真相を探るべく、池尾自転員に聞いてみると、あんまり詳しく話せないんです。三宅くんも長瀬くんもそれぞれ別々で来たりはしますが、二人で食事をしていたことについては、お金がない、漏らしていた長瀬。うーん、何とも言えません。二人が偶然、 鉢合わせした可能性もありますからね、と、二人の来店について否定はしなかった。長瀬が2021年4月にジャニーズを退所してから2年以上が経つ。当初、裏方転身を宣言していた長瀬さんですが、インスタグラムに投稿されるのはバイクや釣りといった趣味関連のものばかり。仕事はアパレル関連とイベント出演などで、目立った芸能活動はしていないようです。 趣味に入れ込むあまり、お金がない、と漏らしていたという報道もありました。スポーツ指揮者、イカド、三宅は長瀬の一学年下で、デビューも一年違い。1997年に結成されたグループ、j フレンズで一緒だった以外は、取り立てて接点はないが、長瀬さんの対処が発表された直後の2020年8月に、三宅さんは自身のラジオで、 本当に長く一緒にいるから、と、寂しそうでしたよ。長瀬さんが出演していた音楽番組の DVD を見返して、改めて彼の音楽性に感銘を受けたとも言っていましたね。昨年7月にはこんなことも、三宅さんが自身のツイッターで長瀬さんに偶然会ったことを報告し、長瀬くんのステッカーもらった、などと投稿したこともありました。 長瀬さんの方は三宅さんについて話題にすることはありませんが、ジャニーズ退所後も二人の関係は良好のようですね。今回の食事は偶然とは考えにくい。どうしたって長瀬の 2B 合流も期待してしまう。2B にとっても長瀬さんにとってもメリットのある話だと思います。時代から作詞、作曲などをしていた長瀬さんが加われば、 事務所としても大きな戦力になるでしょう。長期の仕事がなく、元々裏方志望の長瀬さんにとっても願ったり叶ったりな話なのでは、レコード会社関係者、長瀬の合流について、2B に問い合わせたが、期日までに返答はなかった。古巣を離れた二人だが、アンビシャスと共に走り続ける。